だって次は <noise> <う>なんだってえっと行くぞよし 行くかなよしここだなんつうでかさだなんなのよこれヤク十八等身の一人を召喚したというのか ふざけるなよ仲間の命を、なんだと思ってやがる ア大<あ>スリゾフコールドイ行くぞス

痛いわよアイスメイクフロア 仲間ってのは同じ目的に一緒に進んでいく同士だいや目的なんか違くてもいい一緒に笑って時には支え合って互いが互いを信じ合えるようになり、そういう絆がいつも俺を救ってくれたよっしゃ 全員逮捕だ逃がすなよ、これ。ガジルさんリリーも…逮捕って…見ての通り、評議員だ レビーとリリーかとガジルに似た人喧嘩売ってんのかこの野郎いやーあのガジルさんが表員のわけねえし食いぶちを探してる時木のじいさんに誘われてなウォーロットさんだこうしてギルドの上に立つことになったちなみにお前も逮捕だサラマンだ目つきが悪い罪でなお前は 格好がエロい罪で逮捕。<な>ジュビアは自と自と罪で逮捕。自と自と。お前は魚食いすぎ罪。罪お味しさは罪だったのか？お前はなんかその存在がなんとなく逮捕だえ何ですか？それ。お前は？言わなくてもわかるよな。 グレイ俺は甘くはねえぞ貴様ガジルに似てるくせにずいぶんと調子に乗ってるな俺はガジルだ本物のないやあのガジルさんが評議員のわけなかろう実は本物のガジルだ何本気で偽物だと思ってたのならば話は早い アバタールの浄化作戦を止めたのは我々だいやもっと言えば分かってるよグレイのおかげで俺たちもここまで来れた感謝しているしかし迷惑かけたことに変わりはねえすまなかったジュビアはグレイ様が無事ならそれでいいです俺たちが揃えば無敵またみんなで一緒に戦えるなんて少し大きくなったかウェンディ い,いえ全然変わってませんなんかギルドにいるみたいだねこのメンツが揃うとねこういうの久しぶりだなさあ私たちの勝利だ勝ちどきをあげろなんだよ 心配して見に来てみたらこの大軍をあれだけの人数で片付けるとはなかなわねえないやーああして揃うとやっぱりそうですねはいフローもそう思うでしょあれフロッシュがいないな何混じってんだのお前 セーバーのとこのフロッシュじゃねえかフローム様まなんでこんなとこにいるんだよなんでだろうああいつ約束破ったなグレイにフロッシュは殺されるだから約束しろお前もフロッシュも絶対街から出るな こいつ改めて見ると可愛いよなはっなんか癒されるな気持ちはわかるがその締まりのない顔をなんとかせんかだってよー恋敵ですか 夏僕には弟がいたんだだけど生まれて数年でこの世を去った僕にはどうしてもそれが消せなくてね生と死の研究を始めたそして死者をよみがえらすリバイブシステム時を超える扉エクリプスの理論を作り上げるでも魔術学院では 死者復活は危険思想だとされ僕は退学を告げられたんだひどい話だよね弟は生き返れないと言われて僕は動揺した気がつけば学院の先生も生徒もみんな死んでいたアンクセラムシンがお怒りになったんだろうね 僕に矛盾の呪いをかけた。生命を尊く思えば思うほど、周りの者が死んでゆく。それを抑えるには、生命を尊く思ってはならない。そして、僕自身は不老不死にされてしまった。大勢の命を奪ってしまった。罪悪感に苛まれ一方で、 無限に研究できるという充実感を持っている自分を嫌悪したそんな思考の迷宮を何年もさまよった後僕は死にたいと願ったそして魔術の中でも一番の禁忌生命の構築を始めるそれは 僕を殺せるほどの悪魔の創造後のゼレフ書の悪魔当時はエーテリアスと呼んでいた魔法を形成するエーテルによって作り出した生命だからねだけどどの悪魔も僕を殺すには至らなかったそして最後の意味を込めて作り出したのが君だよ エーテリアス夏ドラグニル作ったなんてひどいよね君はもともと人間だ肉体があったそうずっとこの日のために大切にしていたんだ弟の体を僕は最強のエーテリアスの創造と弟の蘇生二つを同時に手に入れたんだ 僕はセレフ・ドラグニル君の兄さんだよナツ君がイグニールのもとへ行った経緯や僕とメイビスの関係はまたの機会に話そう今日はこれから人に会いに行く用事があるんだ人なのかな <laughs> まさか本当に会ってくれるとは思わなかったよやっぱり普段はその姿なんだね腕の怪我はどうだいアクノロギア何のようだ黒魔道士君は破壊を望むしかし消食だその気になればこの世界をも支配できる力を持っているというのに君はそれをしない 君の行動理念は不明な点が多い。ウヌも似たようなものだろう僕はずっと迷ってきたんだ傍観者でいた人間につき君と戦うか君につき人間と戦うかだがその二極論が間違っていたんだ人間も君も僕が殲滅する それが僕の使命だったんだ。待っているのだろう本気になれる相手を。僕が君を本気にしてあげよう。待っているがいい。ドラゴンと不死者と人間の最後の戦いの時を。 うおー懐かしいな1一年ぶりだもんねどうしたのルーシーギルドはもうこの先だぞ私この先へ行くのが怖い突然夏ナツが現れてフェアリーテイル復活だっていう話になって私ちょっと舞い上がっちゃって。 1>, 1年間1回も連絡取ってなかった仲間たちに手紙を送ったのフェアリーテイルを復活させるためにマグノリアに集まろうって冷静に考えればみんなそれぞれ自分の道を進んでる私たちの思いがみんな一緒かはわからないみんなもうギルドのことなんか忘れてるかもしれないし私1年くらいで忘れるかよってんだ かなよ夏ハッピーシャルルあウェンディちょっと大きくなったんじゃないいいえ特にはいやーこの1年は私にとっても充実してたねとりあえずギルドアーツでも探そうと思って旅してたんだみんな似たようなもんだろ特に私はガキの頃からギルドにいたからね 突然解散なんて言われても意味わかんねえっつうかどうやって食っていくのかさえよくわからなかったまあいい人生経験にはなったよみんな違和感みたいのは持ってたんだだから連絡する勇気もなかったそれをお前が打ち破ってくれたんだルーシー来いよみんな待ってる おう、ルーシー。手紙読んだぜ。みんな、久しぶり。ロメオ、元気だったか。オートじゃ派手にやったんだってな。<laughs> ナツさんのですね。私も見たかったです。ルーシー。週刊ソーサラー読んでたよ。ルーシーのグラビアばかりだったな。 と書いてたよなんだかんだでみんなルーシーのこと気にしてたんだな。 ギルドここに復活俺たちがフェアリーテイルだ